はいどうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとアルトコインの状況全般的にですね、見ていきたいと思います。え今日が2021年の8月の5日木曜日、今が20時7分を回ったところですえ。今日もですね、仮想通貨市場の動向と注目のニュースそして総分析ですね、えー、まあ、10分くらいの動画でやっていきたいなというふうに思っております。じゃあまずはですね、今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思うんですが、まあ、ビットコインはですね、今日430万を超えるぐらいですね、一時的に上がっていたんですが、今の直近のところでですね落ちてきております。イーサリアムもですね、今日30万までね、上がった ですけど直近のところでまあ落ちてきてるということでまあこれがですねイーサリアムのアップグレードまあもうすぐですね迫ってきておりますよねこれイーサスキャンで見るとあと1時間22分後ということでまあここにも書いてありますが日本時間で言うと21時半にですねアッ,プアップグレードがされるということですのでまあこれに向けてまあ今のところはですね下がってきてるっていう状況なんですけれどもまあこれがねどういう風な展開になるかっていうところをですね見ていきたいなという風に思っておりますグローベーズメンバーの方に関してはちょっとねイーサリアムのアップグレードが終わった後の値、ね、動きも含めて、えー またねコラムなんかをですね配信していきたいなと思っておりますのでディスコードをですねぜひ見ていただければと思いますまあ、その他あるところに関してもほぼですね、えー、直近で下げてきてまあ一時的に上がったんですけど直近で下げてきてるという風な状況ですのでまああのほとんどですね動きがない中なんですけれどもまあ まあ、その中でも大きくね、上昇している数がっていうのがですね、一つありますので、そのあたりもですね、えー、注目していただければというふうに思います。じゃ、あまずはですね、今日の日経平均の動向から見ていきたいと思うんですが、日本経済新聞さんのニュースですね。今日の日経平均は3日ぶりに反発してきました。終わりね、144円高ということで、えー、高業績銘柄に物色がですね、入ったということが言われております、えー。今日の東京株式市場、日経平均株価に関しては3営業日ぶりに反発しまして、えー、前日比0.52%高の27,728円で終えたということですね。朝方は売りが先行したんですけど、 すぐに上昇に転じたということで、すねで上げ幅は150円を超える場面もあったと、えー、良好な決算を発表した銘柄が買われ、相場を支えたということが言われております、まあ、反面、ですね新型コロナウイルスの感染拡大や、アメリカの景気減速への警戒感が根強く、上値は重たかったということが言われております、はい、昨日発表されましたアメリカのです、ね、民間の雇用統計、雇用指標がです、ね、市場予想を下回ったということで、えー、しかも大きく下回ったんですね、アメリカ景気の回復が鈍化しかねないとの懸念がくすぶり、相場の重荷になったということが言われております。 えー、こちらブルーマーさんの記事ですけれども、えーまあ、最初のですね利上げは23年始め、そしてテーパリングは年内に始めるべきだという風なです、ね、発言をしたということで、この辺りがですね今日、えー、昨日の、まあ、アメリカ市場においてもです、ね、注目の、えー、発言になったということで、えー、短期金融市場の革新を促すということでクラリダ氏、えー、がです、ね、発言したということが言われております、えー、景気の勢いが予想より弱く、FRB が金融引き締めを遅らせる可能性があるという金融市場の懸念は長続きしなかったということを言っているんですね。FRB クラリダ副議長のタカ派的発言が最初の利上げが2023年初めとの革新の定着を促す、えー、格好となったということが言われておりますで昨日発表されました ADP の雇用統計なんですけど、えー、33万人増と市場予想はですね69万人増だったわけですね、えー、それに対して半分ぐらいの数字しか出てないということで市場予想を大きく下回りました、まあ、この辺りからですね昨日の仮想通貨市場も上昇しだしたんですけども、えー、金融市場においてはその後ですねクラリダ副議長が FF、えー、金利誘導目標の引き上げの必 必要条件が2022年末までに満たされるだろうという風な発言、えー、宝的なです、ね、発言をしたということですね、えー、これによって取引の急速な巻き戻しが起きたということでダウンに関しても昨日は反落で終わったということですね、えー、副議長はまた力強い成長が続くことを前提に資産購入のテーパリング開始のアナウンスを年内に行うことを指示するという風にですね明確に語ったということでこの辺りもですね少しサプライズになったという状況でしたねそれからアメリカのサンフランシスコ連銀のデイリー総裁も、えー、テーパリングをですね年年内か来年初めに開始 するる可能性があるとの見ししを示したということで、えー、ちょっとね、えー、ここに来てテーパリングのですね議論がまた再燃し始めているという,ふうな状況ですよね。まあ、このテーパリングの議論とあとはですね10年国債利回り、いわゆる長期金利のですね動向をしっかり注視していかないといけないかなというふうにです、ね、思っております。ということで、今日はですね仮想貨市場の注目のニュースっていうのはですねほとんどありませんでしたので、このままですね総分析の方入っていきたいと思います。 はい。それではですね、まずはビットコインの4時間足チャートから見ていきたいと思います。今のビットコインの価格が38,190ドル、えー。日本円でいうと418万円ぐらいで動いているという状況ですね。えー、今日、朝方から一時的に上昇したんですけれども、まあ、上のですね、えー、4時間足レベルの20円目だったりとか50円目に、えー、レジスタンスされてしまいまして、えー、大きくですね、下に下げてきたというふうな展開になりました。やはりですね、上ネ、ね、重たかったですね。まあ、一方で下に関しては、やはりですね、この36,400ぐらいのところですね、ここでサポートされたラインがありますけれども、 まあ、あとですね 100MA 100ですね、えー、こういったところをかぶっていますので、3万6400付近のところまでは、まあ、下げてくる可能性が非常にです、ね、高いんじゃないかなと思っています、バイビットのです、ね、直近の、えー、ロングショート比率を見てもです、ね、えーまあ、若干こうショートが優勢な感じになってきているということで、すね直近4時間の、ね、取引所別で見ても、やはりまあショート勢がです、ね、優勢となってきておりますので、やはりまあ一,一時的にです、ね、今、あの下げ圧力が強まっているかなという,ふうな状況ですよね。えー、そののの中でまあ次の目標ポイントがこりりになります ので 36, もしくは下の3万5000、えー、この辺り 200MA なんかもですか、ね、ぶっていますけれども、まあ、この辺りで、えー、サポートされる可能性があるんじゃないかなという,ふうにですね思っております、まあ、下げてきたとしても、この辺りはね結構硬いんじゃないかなというふうに見ております、冷やしチャートでいくと、こんな感じですよね、まあ、平行チャートの中でやっぱり綺麗に動いているというところがあって、ここの4万1000ドルから4万2000ドル付近でレジスタンされまして、下に下げてきて,るっているというな状況です、で、えー、先ほど言っていた、えー、3万6400付近には20日移動平均線だったりとか、えー、その下であれば50日移動平均 金銭なんかもありますので、あと水平線としてもね。引かれますので、まあこの辺りがですね。次のサポートラインとして機能して、えー、そこからですね。相場を押し上げていくことができるかどうかっていう風な展開になるんじゃないかなと思っています。なので、えー、まあここからですね。三角持ち、こういうあの三角持ち合いですね、えー、こういう中で動いていって、最後どっちらかにブレイクするということで。まあ、あのブレイクの起点となるのが8月の16日ぐらいにね、えー、交差してくるんじゃないかなと思うんですが、まあ、それまでにはですね。やっぱり大きく動いてくるんじゃないかなという風にですね。思っております。で、昨日も言っていましたが、ちょっと気をつけてあげといけないのが、マ macd のデッドクロス。 っこのまま行くとデッドクロスしそうな感じにもなってきましたが、えー、冷やしレベルのですねこの MACD のデッドクロスに関しては結構ね信頼度高いというか過去の傾向を見るとやはりデッドクロスしてからそのまままた相場をですね押し上げるっていう風な展開にはなかなかなりづらいわけですよね、一旦デッドクロスし,し,してしまうとある程度下げてくるっていうのがですねここまでの動き方なわけですよね、えー、なので今のところですねデッドクロスしてしまうとやはり一時的にえ結構ね下げてくる、まあ、3万5000ぐらいまで下げてくる可能性があるので、えーちょっと ちょっとこの辺りがですね直近の正念場になななるんじゃいいかなとは思っていますただ直近でビットコインに関する交付材料ですねオンチェーンデータなんかも出ていますので、まあ、そんなに下げ圧力がどんどん続いていくってことはないんじゃないかなと思っていますなので少なくともこの3万5000から3万6400ですねこの辺りでは下げ止まってまた上をですね試していくような展開につながってくるんじゃないかなというふうに今のところは見ております、まあ、そんな中で今日ですねアッ,プでアップグレードがされるイーサリアムなんですけどちょっと4時間足でね見ていきたいと思うんですがイーサリアムに関しては直近です 上昇の平行チャンネルの中で動いておりましてその中で、えー、直近ですね 抽選を試して一旦下に下げてきたっていう風な感じですねただ下げたところでまた今買いが入っているという状況でしてやはり買い圧力が強いっていう風なところがですね今のところでまあ見えているんじゃないかなと思っていますまあその中であと1時間ぐらいでですねアップグレードが開始されるということなんですけれどもまあやはり市場トレーダーがですね懸念しているというところはえ事実で売られるんじゃないかというところですねただやっぱりこのイーサリアムの期待度っていうのはですねどんどん増してきているという状況がありましてこちらドミナンスなんですけどまあ、ビットコインがねどんどんこうドミナンスを下げて ていく一方でイースタリアムはどんどん上がってきておりますで直近のですね高いところ、一番高いところですね、えー、その辺りまで到達している、まあ、20%ぐらいですね、えー、上昇してきているという,ふうな状況もありますので、えー、やはりですねイースタリアムの期待度っていうのはかなり強い、まあ、これだけじゃなくて、ね、いろんなデータからもイースタリアムの注目度、えー、それから資金の流入ですね、えー、関連商品への資金の流入とかもかなりですね以前から続いているという状況があります、まあ、直近で見てもまだ続いているということですね。なのででやはりまあ一時的にこう事実で売らられたとしてもおそらく そんなに大きな下げにはならずに、もし、まあ、ある程度ですね下げてきたとしても2400ですね、このあたりが一つ注目のポイントになるんじゃないかなと思っています、もしかするとここまで下げないんじゃないかなとも思うんですが、うんね、2400まで下げたら一時的に多分、あの大きく、ね、買われてきて、結局のところ上昇相場が継続するっていうのがですね今のところえ、僕が考えているシナリオですね、はい、そんなにここまで期待が高まっているものが、えー、事実で売られて、そのまま下落トレンドに突入していくってことはまあないんじゃないかなという,ふうに思っておりますので、えーまあ、あの下げたとしても、 金で意識された例えばこの2500付近でダラダラするかもしくはその下の2400ぐらいまで一時的に下げてまた復調してくるという風な相場がですね考えられるんじゃないかなという風に個人的には思っておりますある程度このアップグレードに対して短期的にロングを保有している方っていうのはですね一定数絶対いると思いますのでなのでそういった方たちがフェードアウトしていくことによって一時的に価格が下げるってことはまああの起こり得るんじゃないかなと思っていますただしそれはそんなに大きな下げには繋がらないという風にですね今のところは見ておりますでこのままですねこのテクニカル 効いてくるのであれば2900ぐらいまでの上昇でこれを抜ければ一気にですね急騰っていう風なね相場環境になるんじゃないかなという風に思っておりますえ続きまして XRP なんですけど XRP もねえーこの72セント72セント73セントというところが起点となって下げてきているという風な状況ですねここには 250MA ですねこれ4時間足ですけれどもそういったところが控えておりますのでなかなか上が厳しかったということですねただ下に関しても100や 200MA が上に向かってきておりますのでこの中で揉み合うような相場展開になるんじゃないかなと思っていますまあ基本的には今ね。 副上傾向になっておりますので一旦下げてきたとしてもやっぱり変われるような展開が続くんじゃないかなと思っていますで直近のところでねあるところにまあ全般的に見ていこうかなと思ったんですが直近のところはですねそんなに動いてないんですね軒並みまあ今日のところでいくと23%下げてきたかなというふうな展開でえほとんどの通貨はですね動いているという状況ですでその中で一つ違う通貨がこのリスクですよねえこのリスクをちょっとねピックアップしていきたいと思うんですけれどもまあ直近においてですね一時的に吹いた場面がありました がね 1>, 1日に大きく上げていって一時的に4.4ドル、4.5ドルぐらいまでね上がったんですけどそこからまあ反落されてきたということですねでここの下げは結構強いんじゃないかと分割で買っていってもいいんじゃないかっていうことをですねお伝えしていたと思うんですがまあ、その根拠としては移動平均線がまあ密集しているところを一時的に抜いたっていうところですね、えー、ここからまあ下げてきてで水平線がですねここのネックラインとして意識されていた、えー、3ドルのところですねここでしっかりサポートされてまた上に上がってきているという,ふうな状況となっておりますまだ移動平均線全て抜いたわけではないんですが、えー、下には、ね、2050 MA の中でゴールデンクロス完成して上昇してきているという風な展開もありますのでまあ例えばね今からもう1回落ちてきたとしてもやはりこういった移動平均線にサポートされてゴールデンクロスが完成して上昇局面に向かっていくというのがですねえやっぱり想定しやすい状況になっているんじゃないかなと思っていますでリスクに関しては以前から言ってる通りまだですねこの歴史的にえ上昇相場とえ低調相場をですねまあ,あの分けたここの価格帯ですね5から6ドルぐらいのこのレンジを下回って動いていますのでえま,あまずはですねこの5ドル から6ドル付近のこのレンジが目標ポイントになってくるんじゃないかなと思いますなので今がね3.5ぐらいですのでまあ、全ての移動平均線を抜ければこういったところまでですね、えー、短期的に上昇してくる可能性は十分ね考えられるんじゃないかなと思っています、まあ、マックディもですね、えー、プラス圏に入ってきましたしあれさえ見てもねまだあの変わりすぎっていう水準じゃ全然ないですよねで直近のところ冷やしレベルで見ていくとまあ、買われすぎで反転していくえ値っていうのがですね77ぐらいで直近のところはまあ反転していると今が70ぐらいですのでまだね余裕があるという ということでですので、えー、しっかりねここの100と200日の移動平均線価格帯でいうと3.7ドルぐらいのところですけれどもここを抜けて一旦戻してきてサポートラインに変えてとていう風な展開が見られれば、えー、かなりですね、えー、上昇の期待度が増してくるんじゃないかなという風に今のところは思っておりますでその他通貨に関しては、まあ、先ほど言った通りですね、えー、以前の動画のお伝えしていた通りまだ動いていないですね移動平均線密集の中で動いていて、まあ、これをどっちに抜けるか、まあ、エンジンコインやチリーズもそうですけれども、まあ、そろそろです、ね、やはり動く時は近いんじゃないかな と思っていますバイナンスコインも同じですねえー、まあずっと揉み合っている展開ですのでやっぱりそろそろ動いてくる可能性が十分ね考えられるんじゃないかなと思っていますやっぱり各通貨以前ですね上げきれていない相場と、えー、直近一番上げたポイントですね今年の5月だったりとかそのあたりのポイントとえー、ちょうどですね中間地点ぐらいでいる通貨が、えー、非常に多くいるわけですよね、えー、その中で移動平均線が密集しておりますのでまあバイナンスコインなんかそうですけれどもまあここからですね下に下げていくか上に下げ上げていくかでえー、中長期的な トレンドがですすね決ままっっててくるるとといいう風ななな展開にか思これをどっちに動くかというのをですね予想するのは非常に難しいんですけれども、例えばまあエンジンコインなんかでいくと、下に短期と中期の移動平均線、まずはね今のところ抜けている状況ですし、まあ、非常にこう意識されていた水平線なんかもあるわけですね、まあ他の通貨もそうですけど、ダブルボトムがあって、そこのネックラインを超えられないという展開がずっと続いているという風な通貨も結構多いわけですよね、それにプラスして100日、200日の移動平均線をさらに抜けていくかどうかというところがです、ね、直近の注目ポイントになってくるかなと思いますので、 まああと1時間後にですねアップグレードはありますけれどまあそれが終わって明日にはですね雇用統計が控えておりますけどまあそ,そういったところからですねえある程度方向感が出てくるんじゃないかなという,ふうに思っておりますなのでまあ短期的なポジションに関してはやっぱり今はですね保有するべきではなくてしっかりですねえこういった密集ラインどっちに動くかっていうのはまあ誰にもわからないところですのでえ逆に言うと密集ライン密集しているポイントっていうのは抜けた方向にトレンドが出ていく可能性が非常に高いのでえそこでまあ乗っていきやすいということをです、ね えー、しっかり今のところは、まあ、認識して、えー、静観して、まあ、相場の動向をですねあの見ていくというのが一番いいんじゃないかなと思っています、やっぱりトレンドの初動に乗れると非常に楽にね、えー、トレンドしていくことができますので、まあ、今はしっかりね我慢して、動く相場をしっかり見極めてからエントリーしていくというところをです、ね、心がけていただければいいんじゃないかなという,ふうに思っております。はいということで、ね、今日も何通貨か見ていきましたけれども、あの基本的にはですねやっぱり移動平均線の密集の中で動いていますので、そんなに方向感出ていないという風な相場環境ですよね。まあ、そのの中でやっぱり、えー、今週の注目ポイントと としてはイーーアムののップグレードとあとあ明日の雇用統計ですねこの辺りがやっぱり相当意識されると思いますのでそういった重要なイベントが終わった後にですね方向感が出てくるんじゃないかなというふうに思今のところは思っておりますイースタリアムのアップグレードが終わった後はですね、えー、僕なりの見解を明日の夜の動画の中で述べていきたいと思いますので是非ね今後とも見ていただける方はチャンネル登録いただければ嬉しいなというふうに思いますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございます